ローレンス・オリファントローレンス・オリファントは、英国の作家、旅行家、外交官、神秘主義者。1870年に出版された、風刺小説、ピカディリーの作家として知られるが、後年は、心霊主義予言者である、トマス・レイク・ハリスの影響を受けた。オリファントが、コロンボ時代に暮らしたマハヌガ・ガーデンズ父は、サー・アンソニー・イ・オリファント。スコットランドの地主階級だったが、 1829年にローレンスが誕生した時、父はケープ植民地の法務長官であった。8歳の頃、母のマリアと共に英国に一旦帰国。父はその後すぐに最高裁長官としてセーロンに転勤したため、オリファントも1841年の終わり頃セーロンへ向かった。それ以降コロンボで過ごすことになる。オリファント夫婦は、 中国から30本の茶の木をセイロンに輸入し、ヌワラエリアの自身の土地で栽培したとされている。1846年から1848年にかけて両親と共に欧州を旅行。当初はケンブリッジ大学に進学するつもりであったが、結局セイロンに戻った。そこで父の施設秘書として働き始めた。1851年。 オリファントは当時ネパールの最小であったジャンガバハドゥルラナについてコロンボからネパールに行った。そこでの体験をもとに最初の小説であるエージャーニーツ・カトマンドゥを書いた。以降、各地を取材してはブラッド・マガジン、タイムズ、デイリーニュースなどにしばしば寄稿する書き手となった。諸女作の出版のため1851年末に英国に帰国。 次回作の出版のため、ロシアへと旅立った。変装して、セバストポリに不法侵入し、その結果を、ザ・ロシアン・ショアーズ・オブ・ザ・ブラック・シーとして出版した。1853年から1861年に、かけて断続的に、エルギン・伯爵ジェームズ・ブルースの秘書を務め、カナダとアメリカに同行し、最初の仕事として、 ワシントン DC でのカナダ総合条約の交渉に立ち会った。リンカーンとも会っている。1855年1月に帰国し、ニューキャッスル公爵と共に、クリミア戦争中のトルコに出かけた。1856年末から1857年にかけては、ウィリアム・ウォーカーによるカンカリ部会帝国の建設に参加したが、計画は失敗した。エルギン博が、 アロー戦争の遠征軍司令官となると、オリファントは個人的秘書として中国に同行した。途中、日本との通商条約を締結するため、一行は1858年7月30日に上海を4隻の艦隊で出発8月3日に長崎に到着8月12日には品川沖に停泊した。 8月26日に日英修航通商条約が調印された。およそ1ヶ月前に日米修航通商条約が調印されていたこともあり、交渉は比較的スムーズに進んだが、オリファントはこの際の様子はエルギン教図解必死録としてまとめ出版している。なお、幼少期を過ごした南アフリカには、 オランダ人が多かったため、オリファントはオランダ語ができた。第一次、東ゼンデラ事件。乗馬用の無で反撃するオリファント。襖の陰に隠れているのがモリソン。1861年10月12日の、イラストレーテド・ロンドンニュースに掲載されたがだが、これを描いたチャールズ・ワーグマンも事件に遭遇している。エルギンとの極東訪問後、外務大臣ジョン・ラッセルに、 日本勤務希望を申し出、31歳で日本大使館スタッフに任命され、1861年にはラザフォード・オールコックから在日本英国公使館の一等書記官に任命された。オールコックの休暇帰国中は代理公使を務める予定だった。オリファントは1861年6月の終わりに江戸に到着した。7月5日の早朝、公使館は 上位波浪士に襲撃された。ピストルは旅行カバンの中に入れたままであったため、オリファントは馬鞭で立ち向かった。暗闇のため致命的な一撃を受けることはなかったが、数箇所を負傷し、治療のため船に送られた。この事件のため帰国することになったが、オリファントには重要な使命が与えられた。当時の江戸幕府は上位運動に苦しめられ、新潟。 兵庫及び江戸、大阪の開港会支援機を求めていた。オールコックはこれに反対の立場であったが、8月14日及び8月15日に、オールコック、オリファント、英国東インド艦隊司令官、ジェームズ・ホープ、老中、安藤信正、若年寄、坂井正氏に通訳を加えただけの秘密会談が持たれた。ここで、オールコックは日本の内情を理解し、 開港延期賛成に回る。帰国するオリファントには、この方針変更を、英国政府に伝え、同意を得る役目が与えられた。オリファントは朝鮮に立ち寄った後に、英国に帰国した。朝鮮では、ロシアの軍艦が、人里は慣れた湾を占領しているのを発見、これを撤退させている。なお、腕の怪我は、完全には治らず、後遺症が残った。 英国に戻った1865年には、スコットランドのスターリングバーロー選挙区から、下院議員に選出されたが、議員としての活動に目立ったものはなかった。ただし、1867年4月11日付で、スタンレー外相に対し、日本における、フランス公使と幕府の小取引に関する、同義提出を予告したが、 これが、きっかけとなって、小栗忠政がフランスとの間で成立させていた600万ドル借款が、撤回され、幕府軍事力の近代化が大きくつまずいている。なお、この道義は結局提出されず、オリファント時代の本件に関する関心も不明である。議員在職中に、心霊主義を言者である、トマスレイク・ハリスの影響を受けるようになる。ハリスは1861年頃に、 小さな教団、ザ・ブラザー・フッド・オブ・ザ・ニュー・ライフをアメリカのエリー・コハンのブロックトンに設立していた。オリファントはそれ以前の1860年にロンドンでの説教会を聞いた母親を通じてハリスと知り合っていた。ハリスはオリファントに支配的な力を有するようになっており、オリファントは1867年に議員を引退し、ブロックトンに移住する。当時、 サツマ藩の秘密留学生がロンドンに滞在していたが、新日派と見られたオリファントの下へ、これら留学生が出入りしていた。オリファントは彼ら留学生に、ハリスの教えを紹介した。結局、森やリ,リノリら6人の留学生が、ハリスのコミューンのある、ブロックトンへ向かった。電気によると、オリファントは、日本人留学生たちに、 ヨーロッパ文明社会の腐敗と堕落列強諸国による貪欲な搾取と散奪の歴史を語り、近代文明の火を悟らせ、アジア古来の真偽と連地の精神がいかに大切かを分からせたかったという。なお、議員引退後の著作、ピカディリーは大成功を収めた。 精神的指導者であるハリスの医師に忠実に、オリファントはコミューンで農業作業者としての生活を開始した。ただ、コミューンの構成員はお金を稼ぐために時々属性に戻ることが許されていた。3年後、これが許されたため、オリファントはヨーロッパに戻り、タイムズ市の特派員となり、不ッ戦争取材に派遣された。その後も数年間特派員として、 パリに泊まった。そこで彼の母を介して将来の妻となるアリスと出会う。二人は1872年6月8日にロンドンの成城寺教会で結婚した。1873年、オリファントは妻と母を伴ってブロックトンに戻ったが、教祖の教えに従い、三人は別々に暮らした。オリファントの教団内での役割は前回とは違っていた。 彼は、教団の資金に責任を持たされ、しばしば、ニューヨークやロンドンに、取引のために出張した。その頃までに、オリファントは、東欧の貧しい、ユダヤ人たちをパレスチナに入植させるという壮大な、計画に取り憑かれていた。1879年には現地に赴き、また、聖地の北半分を借りて、そこに、 ユダヤ人を入植させるという見込みのない交渉のために、イスタンブールにまで足を伸ばした。英国と米国にはその資金を提供しようと欲するの多くの人々がいたため、財政的には、さほど困難なことではないとオリファントは考えた。実際、キリストアデルフィアン派や、他のキリスト教信者、ユダヤ人からの金銭的支援を受け、ガラリアに、 ユダヤ人難民の土地を購入する基金を集めた。結局、明確な実績は上げることはできず、英国に一旦戻ったが、カリフォルニアに移っていた、ハリスのコミューンに住んでいた妻と、再び一緒になることが許され、二人で、エジプトへと向かった。1881年、また、米国へ渡ったが、この米国訪問中によりファントはハリスに失望し、二人は、決別した。 しかし、神秘主義的思考は持ち続け、むしろ過激になっていった。当初、リファントは、妻がハリスとの決別に反対するのではないかと、心配したが、そのような事態は起こらなかった。二人は、ハイファのドイツ人植民地にあった、テンプル騎士団の中に一軒の家を持ち、またもう一軒を、約12マイル離れたカルメル山のダリアに秘書用の、別荘として持った。 オリファントは山の上にある美しい村ダリアの美術や工芸を育て村の経済に貢献した。オリファントの家があった両地区には今も記念館があり、ハイファンの肌地区にはイスラエル建国前まではオリファントの名を冠した道もあった。1882年にはナフタリヘルツインベルを秘書として雇った。1884年二人は共同で新ミタ。 エボリューショナリー・フォーセス・ナウ・アクティブ・イン・マンという奇妙な本を書いた。翌年にはオリファントはアバターラに関する彼自身の考えを表明した小説マゾラムを執筆。1883年には代表作の一つであるオール・ティラ・ペトが出版された。1885年12月、ガリラヤコ周辺を熱病が襲い、1886年1月2日に 妻のアリスが亡くなった。オリファントも熱病のため妻の葬儀に劣席できなかった。彼は彼女の死後の方が生前より二人の関係はより近いと感じるようになり彼女の影響を受けたサイエンティフィック・レリジョンを執筆した。1887年11月サイエンティフィック・レリジョンの出版のため英国へ戻った。 1888年の精霊降臨説までに、それを仕上げ、米国へ向かった。そこで初期の社会主義者であるロバート・オーエンの孫娘、ロザモンドと再婚した。二人は、ハイファに行くつもりだったが、オリファントは、重い病気にかかり、1888年12月23日に、死亡した。ありがとうございます。